して、その中の部屋をまた誰かにまた回収するんですよ。それをフラッティングという。昔やりました。いつの方？いや、借りたっていう方。あ、借りたことがあるんです。親父さんが、6畳と4畳半の部屋を借りて、どっかの。はいはい。その親父さんが我々に、兄弟3人に4畳半を貸した。貸してくれたっていう。じゃあもうすでに伊藤さん昔にフラッティングをもう国内で。ナウイ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 は。ナウイがもうめちゃくちゃ古い。これを悪用してる人間がいます。正確に言うとまだいます。そうなのね、これね。部屋やお風呂場に隠しカメラを仕掛けておいて、映像を作って仲間内でこういう販売をしていたような、とんでもないね。入居していた日本人の子がお風呂場の電灯の裏に小型カメラを発見し、オーナーに訴えたんですが、オーナーは知らぬ存ぜぬでした。警察にも訴えたものの、裁判にするには限られた時間しかない留学生の彼女には、女性だから十分時間がかかるということで諦めざるを得ませんでした。立派な性犯罪だと思うんですけど、完全な性犯罪だよね。自分の気に入った女の子に安く部屋を貸して普通考えられない。次のシンガーは右方向です。国内外を問わず部屋を借りた時はまず自分の部屋、お風呂場などは隅々までチェックした方が。このシンガーです。また貸しはすぐに注意しないとね。知らないってことない。ないんですよ。こんなことはないですよね。でも、悪事だね、これね。カメラとか盗聴とか。ああ、恐ろしいね、これ。はい、こういうことで、もう一度、人って、なんか申し訳ないと思わないのかな。思わないですね、これね。はい、やっぱり、まあ、お金になるっていうことでしょう。あるいはお金を手にするわけですよね。はい。はい、続いて伊藤さん、ご紹介お願いします。ああ、なんか出ない。ラジオネーム野球おやじ58歳、はい、町田の方です。ありがとうございます。私は8年前までとあるスーパーマーケットで店長をしていました。そこでの犯罪といえば万引きです、だろうなと思った今、定期的に SP かっこストアポリスを入れるのですか。わかる？ストアポリス。で、お店のお前さん。ああ、そういうこと。かなり捕まります。おお、そう。で、危ないんだね。圧倒的に高齢者が多く、捕まえると警察に連絡し、警察官に来てもらいます。捕まると。およそ1キロ先、目的地周辺です。そして家族に連絡するというと、それだけはやめてください。と頼みます。本当に高齢者の万引き増えています。なんとかならないかと思っていました。これ高齢者の人ってのは、なんかこう年齢的に許してもらえそうな、まあまあちょっと弱ってるから、少し見てくれるかな的な甘えみたいなものがね、若干あるような気もしないと思います。多少許してもらえないでしょ。取締ポイント注意してください。まあ今回だけは許すから、もう一気だからそういうこと。およそ700メートル先、目的地周辺です。まあ立派な泥棒ですからね、こうやってることはね。だから万引きっていうとなんかちょっと軽い刑罰が芽生えちゃってるっていうのは良くないですよね。あれだから万引きは全部泥棒っていうふうにすれば、もうちょっと大きな烙印をっていうのをうっかかった、チンコは。くっせんだもん。映像なんか見ると嫌だな。嫌だな、出てる。時折なんかこう、ニュース番組かなんかでも、その万引きのシーンかなんかとかね、黒板でもやってるけど、いい気分じゃないですね、あれね。なんかみんな見えない。ちっちゃいものを盗むのね。なんでそんなもの盗むんだろう、盗むのはね。もう多分バレないだろうな。まもなく目的地です。ねえ。今日は犯罪でメッセージ受け中です。お寄せください。メールはおやじアットマーク JOQR、 目的地は右側にあります。 AI アットマーク JOQR.NET、 ファックスは東京03-5403-1151、 東京03-5403-1151です。
伊藤志郎、吉田照美、おやじファッション。今日もこの後5時まで引き続きよろしくお付き合いください。モノをお持ちになります。お持ち物売れるんですよ。絶叫買取の売店からタンスに眠っていた着物4点、帯2点で15万3000円になった方も。はい、着物絶叫買取。